はい、えー、こんにちは、レトスノーのです。3月11日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。本日は近年の傾向と、えー、対策についてお伝えをいたします。まずはじめになんですが、いきなり丸暗記をする。これはやめましょう。理解をせずに丸暗記したことは頭に残りにくいですし、基本的な問題でも角度を変えるだけで解けなくなるからです。近年の傾向から見て、基本的な問題が非常に多いんですね。 しかし、問題文が難しくなってきています。それが原因で解けない方が非常に多いです。つまり、合格点を取るために必要なことっていうのは、問題文を理解する力をつけるっていうことなんですね。ただ、これっていうのは、予備校とか、まあ、通信講座、まあ、これ大手であってもそうなんですけども、こういった内容って教えてない内容なんですね。独学の方と同様、自分自身で読解力をつけるためのノウハウを確立する必要があります。 もちろん、何の勉強もせずに問題文を当然に理解できる人もいらっしゃいます。ただ、そのような人っていうのはあまり多くないんですね。私自身、国語が非常に苦手だったので、初めは問題文の理解に苦しみました。ただ、問題文の理解に焦点を当てて勉強することで、問題文を理解できるようになり、一発合格できました。そして、そのノウハウを個別指導の受講者さんにもお伝えをしております。 そして過去には4年連続で7割以上の合格率を出した実績もあります。今からでもまだ間に合います。今年絶対合格したいという方は個別指導でノウハウをお伝えをいたします。一緒に勉強して今年絶対合格しましょう。個別指導の内容については動画の最後にお伝えいたしますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは3問に入ります。A は第三者 C の詐欺により A 所有の土地を B に売却し、 移転登記もなされた。この詐欺について B が全有価質の場合 A は詐欺による取り消しを主張できるマルか×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは丸ですねで今回の問題文の状況なんですけども A は第三者 C の詐欺によって土地を B に売却したということなんですよね A さんは C からの詐欺によって土地を B に売却した。で、B さんについては、この詐欺について、善意有価質だったって書いてありますね。善意有価質だったと書いてあります。つまり B さんは詐欺について知らなかった。でも、その知らないことに対して落ち度があったということですね。だからちょっと注意していたらわかる話だけども、まあ、注意してなかったことによって詐欺の事実を知らなかったという状況です。 で、ルールはどうなっているかというと、第三者 C から詐欺を受けた場合、詐欺の事実について、相手方 B が過失なく知らない場合、つまり、善意無過失だった場合、B は保護されるんですね。従って A は取り消しはできないです。一方で、B さんが悪意だったり、有過失だったりする場合っていうのは、B さんを保護する必要性が低いので、 A さんんを保護するんでするでね。つまり A さんは B さんに対して取り消し主張ができます、まあ、ここにちょっと書いてある内容なんですけれども有価質の場合詐欺を受けた A さんを保護して A は取り消しができるっていうことです今回問題文を見ると B さんっていうのは有価質つまり過失がありますよねだから B さん過失があるんだから B さんを保護する必要性は低いですよねだから A さんを保護しましょう A さんを保護するってことは、A は取り消しを主張することができるということです。取り消し主張ができるということは、この土地を取り戻すことができるということなんですね。従、まあ、って A は詐欺による取り消しを主張することができる。丸っていうことになります。で、問いにですねえ。都道府県知事は、不正手段によって、宅建取引士資格を受けようとした者に対して、その受験を禁止することができるが、 何年を上限として受験禁止ができるか。これ、記述問題になってるんですけども、実際の法試験ではマーク式なので、丸か×かなんですね。ただ、この数字については覚えていただきたいので、まあ、今回、記述式にしております。で、答えはこれ、3年ですね。3年以内の期間をを定めて受験を禁止すす。ることができます例えば、カンニングして見つかるといった場合、3年間受験できなくなる可能性があるので、気をつけてください。 5年っていうのは取引証の有効期間と免許の有効期間ですね。まあ、このように比較して覚えるようにしましょう。これが効率的な勉強法です。では問いです。市街化区域内に所在する高土地、面積2500平米について、対価の授受を伴わず、賃借権の設定を受けた A は、事後届出を行わなければならない。丸か罰かという問題ですね。結論から言うと、事後届では不要です。 なのでえ、答えは誤りになります。届け出が必要な取引の要件っていうのはえ、土地に関する権利について、対価の授受を伴って、移転・設定する契約であること、この3つを満たす場合、事後届出の対象の取引となるんですね。つまり、権利性、対価性、契約性、この3つを全て満たす場合に、届け出対象の取引に該当すると。 いうことです。で、今回、対価の授受注を伴わない賃借権の設定というのは、2番目の対価性がないんですね。対価の授受注を伴っていないわけなので、この2番を満たしていません。したがって、届け出が必要な取引ではないんですね。よって、事後届出の対象の取引じゃないから、事後届出は不要だというふうに答えを導きます。たとえ、市外科区域内で2000平米以上、まあ、今回だったら2500平米ですよね。 の土地で届け出面積に達していたとしても、そもそも届け出対象の取引ではありませんので、事後届け出は不要です。で、これ基本的な問題なんですけども、上記以外の理解の仕方を知らないと、関連問題間違えちゃうんですね。まあ今言った考え方をしてもいいんですけども、ちょっと難しいんですよ。考え方自体が。で、もっと簡単な考え方があるんですね。で、この点については、個別指導でお伝えいたします。 そうすれば、えー、関連問題も解けるようになりますので。で、ここの国土利用計画法の届け出の問題っていうのは、もうどんな引っ掛け問題が出ても解けるようにしていただきたいんですよね。もう得点源なんで、こういったところを一点一点確実に得点できるようにしていくっていうところが、ま合格の秘訣になりますので、しっかり理解して、えー、本試験で得点できる実力を一緒につけていきましょう。個別指導の動画については、左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。 100件合格目指して一緒に頑張っていきましょう